にご来場いただきありがとうございます。司会を担当するのは2年パーカッションパート塚本里奈とトランペットパートの田中由紀です。ただいま演奏した曲はディズニークラシックセレブリでした。ディズニーでおなじみの曲がいくつか登場しましたが、皆さんわかりましたか？白雪姫で登場する海宝、口笛を吹いて働こう、ピノキオで登場する星に願いを、ハイディグル DD の4曲です。トランペットの演奏可愛かったよ。ありがとう。私はサックスアンサンブルの星に願いをが好きです。素敵だよね。楽しげな雰囲気、大人っぽい雰囲気など曲によって変化する曲調を楽しんでいただけたら嬉しいね。そうだね。ではそろそろ